どうも皆様、こんにちは。ケイジチャンネルと申します。皆さんお正月ですね、お正月。合唱ですよ、合唱、合唱。おい、若い子こんなギャグ知らねえんだからさ。まあそんなわけでね、まあお正月、皆さんいかがお過ごしでしょうかと。そろそろね、みんな回収しきった頃かな。うまいこと。ね、何をって。お年玉だよ、お年玉だよ。各親戚からもぎ取ってきたわけでしょ、皆さんね。ねえ、そのお年玉を使って、皆さん何を買いますか？ね、何を買いますかという話なんです。まあ、おそらくですね、ゲーム買うでしょ。いや、もう僕がね、子供の頃はね、もうお正月、お年玉ね、何に使ったかっていうと、もう全額ゲーム買ってた。もう、一切残んなかった、手元にお金は。ゲームしか残んなかった。しかも、7割クソゲー。まあ、そんなで皆さんも、まあ、おそらくゲームを買うと思います。で、まあ、ちょっと、落ち着け、まだ買いに行くな、まだ買いに行くな。今月、2017年1月に、これから何が、どんなゲームが出るのかっていうのを、一回把握してからでも遅くはない。遅くはないよということで、2017年1月に発売する PlayStation 4のゲームをですね、ダダダッと、案内してみようかなと思っております。なおですね、ダウンロード版のみとかのゲームは紹介しません。パッケージ版が販売されるものであり、なおかつ、その、過去に出てたやつのベスト版とかも端折ります。完全な新作だけを、案内していこうかななんて思っておりますので、まあ、お時間ある方、正月だもんみんなダラダラしてるでしょ。そのダラダラしてるわずかな時間をおじさんにください。さあ、そんなわけでですね、早速紹介していきましょう。1月12日発売は、まあ、何本かあるんですけれども、まず一つは、大注目作ですね。キングダムハーツ HD2.8。これ 2.8 っていう読み方でいいのかどうかっていうのはちょっと定かではないんですけれども、ファイナルチャプタープロローグですね。これが発売されます。で、これ、なんすかっていう話なんだけど、このキングダムハーツ HD2.8 の中に3本の、作品が入っていて、1本が、完全新作のキングダムハーツ 0.2 バースバイスリープ、フラグメンタリーパッセージ。長いわ。っていうのが入ってますね。これは、まあ、プレイステーション、PSP って言ったらもうかなり前の話になっちゃうね。PSP のバースバイスリープのその後のストーリーということで。ですね。で、もう一つが、ドリームドロップディスタンス。通称 3D っていうのかな。3DS で出てた作品のリマスターが入っているっていうところと、あとはもう一本完全新作の、映像作品。キングダムハーツキーバックカバーっていうのが、収録されてます。この、まあ、プレイアブルなゲームが2つと、映像作品1つの3つが、入った一本になっております。でね、これね、キングダムハーツってね、皆さんね、知ってると思うんですよね。あの作品の名前自体は、まあ、だってビッグタイトルだから。だけどね、あの一番最初のキングダムハーツが出てからというもの、その派生作品とかが、まあ、なんだろう、 PSP なり 3DS なり、はたまたなんだろう、携帯ゲームとかでも出たりとかで、もうほんといろんなところに派生しすぎてて、キングダムハーツ好きだけれども、なんか今から始めてついてこれるのかどうかっていう不安になってる人は結構多いんじゃないかなと思うんですよ。正直ね、あの初代のね、ナンバリング1からずっと全部やりきってる人なんてほとんどいないと思うんですよね。でもそんな人にも大丈夫。これキングダムハーツですね、3月に確かキングダムハーツ 1.5HD リミックスっていうのと 2.5HD リミックスっていう過去のリマスター作品をもうまとめちゃったやつが3月に発売されるんで、今回出るそのキングダムハーツ HD2.8 とその3月に出るやつ全部やっとけば OK 3に向けて OK ということです。ちなみにこのキングダムハーツ、HD2.8 には、ですね、次回のナンバリング正式作品、キングダムハーツ3で、使用されているゲーム開発エンジンが使われているので、一足先にキングダムハーツ3の、使用感とか、空気感とか、ゲーム感とか、そういうのを味わうこともできるようになっているということで、まあ、ぜひこれ必見の一本じゃないかなと僕は思っております。どんな時だって。
続きまして同じく1月12日、ニュー弾丸論破 V3 みんなのこの試合新学期ということですね。これはハイスピード推理アクションっていうアドベンチャーゲームになっておりますね。で、今までの作品、あ、これちなみにこの弾丸論破のシリーズは今回で3作目だそうなんですけども、今までの作品から、舞台ですとかキャラクターっていうのは完全に一新しているということですから、今作からこの作品にとっつく人も非常にとっつきやすい作品になっていますね。で、基本的にゲームはね、こう裁判をやっていくと。で、裁判で相手の矛盾を見つけて、矛盾に言霊っていうのをバキューンと打ち込むようなゲームになっているということなんですが、まあ今作から新しい要素として、その裁判を進めていく上で、あえて嘘をついたりとか、なんかそんなような新システムがいろいろある。まあ今言ったやつ以外にも新しい新システムが様々搭載されているということですから、さっき言った通り、まあシリーズのファンの方も新しい、プレイしたいなと思っている方にもとてもいい作品なんじゃないでしょうかということです。続きまして、同じく1月12日発売、スクールガールゾンビハンター。もうこのゲームどうかしてるぜいや、実は今回僕はね、このゲームだけを紹介したかった。あとはもうどうでもよかった。どうでもよくはない。どうでもよくない。スクエニ最高なんだ。ステマじゃないよ。ステマとか一切私は行いません。まあ、ただの一素人が趣味でやってる動画ですからね。ステマとか一切ないんですよ。ね。ほんとスクエニ最高で、まあ、このゲームゾンビハンターってついてるだけあって、まあ、その名の通り、まあ、ゾンビゲーなんですよね、ゾンビゲー。ね、基本的にはその、ゾンビがいっぱいいて、で、女子高生が戦うんですよ、女子高生。武器は、銃と、なんかそれぞれの、なんか女子高生のキャラが4人ぐらいいるんだけども、それぞれのキャラクターが、部活で鍛えた技で戦うというところなんですよ。まあ、その辺はね、PV 見てもらったらいいと思うんですよ。PV 見てもらうと、このゲームがいかに狂ってるかっていうのがわかる。ね、基本的にゾンビってさ、噛まれた人もゾンビになる。これがゾンビ界における暗黙のルールであり、ね、これ絶対的条件であるんだけども、このゲームはね、もうそのルールなんて守ってないんだよね、そもそもねっていうかね、ゲーム業界はね、そういうゾンビのルールをちょっと無視してるところあるよね。バイオハザードもそうなんだけどさ、ゾンビに噛まれてプッとかなっても、何ハーブ使えばなんか回復みたいな、そんなバカな話しない。もう噛まれたらもうゾンビになるんだよ。ゲーム業界っていうのは、まあ基本的にそういうゾンビのルールってあまり守ってない。多分そこにメスを入れたんじゃないかなと思うんだけどもそこにメスを入れてきたんじゃないかなと思うんだけど、このゲームはそのゾンビからのダメージを受けて、あーゾンビになっちゃうかと思ったら、よく見たら服しか破れてないというダメージを食らっても最終的には服が脱げて終わるだけのゲームという、どうかしてるぜいやまあでもそうだよね、噛まれてゾンビにならないのおかしいよねっつっても、このゲームは服が脱げてるだけだから、そっか、服脱げてるだけならゾンビにならない、そっか、なら仕方ないよね、で最終的にはまあ下着姿になるんですけれども、なんかね、プチトマトとキャベツをね貼り付けて下着だって言い張ってる、このゲームは。ほんとね、もうなんていうの、買うしかないだろこのゲームさあ続きまして、1月19日発売、グラビティデイズ2ということでですね、こちらはPS ビータで出たグラビティデイズの、まあ、正式な続編ということで、僕が言いたいことはただ一つ、もうキトゥンが好きなんじゃわしはキトゥンが可愛くてしゃあないんじゃ、仕方ないんじゃ。今ならPS プラスでグラビティ、初代グラビティデイズのなんかそのセールやってて2000円ぐらいで買えるんじゃ、それも買うんじゃ、みんな買うんじゃよキトゥンに会いに行くんじゃ、今月はグラビティデイズ2。まあ一応ゲームの紹介しておくと、まあなんだろう、こう空を飛ぶというよりは空に落ちていくという重力を使っていくというね、このキトゥン、もうキトゥンが魅力的なんじゃ、とにかくストーリーが進んでいくようなゲームなんだけど、とにかくキトゥンのそのなんだろ う, こうピュアで無垢で頑張り屋さんだけれども、なんかこうドジじゃないんだけども、なんかこう自分の正義持ってる感じの女の子、ほんと好き。続きまして、同じく1月19日発売、青き革命のバルキュリアということで、これは戦場のバルキュリアシリーズの、作品になってますね。戦場のバルキュリアといえば、まあシミュレーション RPG にちょっとアクションっぽい要素がこう混ざったり、
戦闘システムと個性的なキャラクターが盛りだくさんなのと、あとはヒューマンドラマを描いた人気作品となっております。でこの作品も過去のシリーズからその舞台とか登場人物一新してるので、やはりですね、まあ、新しくこの作品にとっついていこうかなって思ってる人、やってみたいなと思ってる人でも入りやすいとなっておりますね。新規参入の難しそうなキングダムハーツとはえらい違いですねと。いや、キングダムハーツも別にどっからやっても楽しいから喧嘩すんな喧嘩すんなっていう話なんだけども、こういうゲームはね、もうなんだろう、変に語るよりはもうプレイの映像をやっぱり見ていただくのが一番だと思うんですよね。まあもう見るからにこういうゲーム好きっていう人相当多いと思うんですよね。あとはまあ絵の雰囲気とか作画がね、やっぱりですね、こうすごく多くの人を引きつける魅力のあるこう出来になっているっていうところも、まあ人気のし、なんか秘訣なんじゃないかなと思っておりますとね。続きまして、同じく1月19日発売の、バースデイズ・ザ・ビギニングスということで、これはですね、箱庭ゲーですね。箱庭ゲーといってもサンドボックス型のマイクラ風の箱庭ゲーになっていると。で、このゲームの目的はなんかこう世界を作ることであって、なんかこう地面、地形を作ったりね、地形を作ったりしていくと、なんかこう生き物が誕生していく。で、うまくその食物連鎖を作っていき、こう、共存させていくみたいな、そういうゲームになっていると。なんかちょっと説明は難しいんだけどね、なんか見ていただいたらすごい皆さんピンとくるんじゃないかなと思います。このゲームを最初に見たときにね、僕は頭の中に出てきた、ポピュラスっていうゲームがね、ピンと出てきたんだけど、まあ、全然違ったっていう話なんですけれどもね。さあ、続きまして、1月26日発売の、バイオハザード7、レジデントイービルということで、いやーね、とうとう来ましたよ。ちょっとこう、話題作。まあ話題作はいろいろね、キングダムハートもそうなんですけれども、グラビティデイズもそうなんですけれども、やっぱりこう注目が集まりますよね、バイオハザードにはね。で、今回その、なんだろう、原点回帰だったっけかな。まあ原点回帰っていうものの、初代バイオハザードとは、まあ、随分と作風が変わってしまっているわけですよ。これが一体どこが原点回帰なのっていう話になってくるんですけども、要はその、なんだろう、初代のバイオハザードってなんかこう不自由だったんですよ。操作性めちゃ悪くって、動かしにくいんですよ、慣れてないと。で、今回のバイオハザードは、FPS 視点の一人称になってることによって、こう視界的にこう狭められてるんだよね、変な話。その自分の真横とか後ろは見えない状態になってて、そういう意味で不自由さがなんかこう恐怖をかきたててくるみたいなのがひょっとしたらなんか根底にあるのかなって僕は勝手に思ってるだけなんですけれどもねだけなんですけれども、でゲームのね雰囲気とか空気感っつーのはもう本当にね過去最強に一番怖く出来上がってるんじゃないかなと思ってます。本当に恐怖体験をしたいならばぜひともこのバイオハザードは外せない一本なんじゃないかなと思っております。僕はおしっこ漏らしそうなんてできそうにないということです。VR も対応してるんでね。VR 買った人、最初の超大作だと思うんだよね、これきっとね。これはね、結構爆売れしちゃうんじゃないかなと思っております。続きまして同じく1月26日発売のニューゲーム、ザ・チャレンジ・ステージということで、これはもともと4コマ漫画だったのかな？ゲーム会社に勤めている女の子の日常を描いたような4コマ漫画。それが人気が出て、アニメ化して、晴れてゲーム化という、ね、ストーリーを辿っているゲームというね、ま、ものなんですけれども、あれ、イカ娘アニメ化したのにゲーム化してねえ、してないよね。あれいや、まあ、いい、イカ娘はいい、そんなことよりも、まあ僕はこの作品全然知らないので、ちょっと全然ね、ちょっとこう、わからないんだけど、やっぱりこう、鈴風青葉ちゃんにふがふができるかどうかっていうところが、まあ、ポイントになってくるんじゃないかな、思ってるんですよ。最終的にはなんか、
社員旅行に出かけるとかいうイベントがこのゲーム内であるからそこを目指して頑張ったり青葉ちゃんに変な衣装衣装とかも着せることが できちゃうから。はい、ということでですね、2017年1月の発売する作品、まあ、ダダダダッとご案内させていただきましたということです。どうですかね、皆さん、この中で気になる作品ありましたでしょうか。ゲットしたね、お年玉をね、握りしめて、ゲオに向かって、あなたは何を買いますかというところだと思います。で、まあね、気をつけてほしいのはね、皆さん、では、お年玉たくさん手に入ったら、親に言わないこと、あんまり、ね、8万あるよとか言わないこと。もう、お父さんお母さん絶対言ってくるから、そんなにあんたお金持ってたらちょっと危ないから。貯金しとくから将来になるみたいな。貯金させられちゃうから。貯金させられちゃうっつっても、その貯金は本当に貯金されてるかどうかは、わからないけれども、ね、そういうこと言ったら、各地の親御さんに怒られるので、今日はここまでとしたいと思います。さあ、ぜひ皆さんね、2017年も、私、刑事チャンネルよろしくお願いしますというところとともに、楽しいゲームライフを送りつつ、たまには僕のこういうゲーム以外のネタ動画も見てくれたら嬉しいななんて思ってる次第がありますので、どうかよろしくお願いいたします。では、今日の動画はここまで。ありがとうございました。じゃあねー。